今回公式 YouTube チャンネルでドッキリ企画をやろうと思っております。ドッキリ、ドッキリとコムさんの小説の告知を兼ねたハイブリッド企画みたいな。お、塩島ダンさんが今回ドッキリのターゲット。塩島だ、塩島さんが、あの元俳優いじりみたいなのが、あ、クソ役者いじり我々もちょっとドッキリをやってみたいっていうのと、まあ、コムさんの PR もしたいっていうのと、あとやっぱりすごいコムさんにリスペクトしてるっていう部分、ありがたい。で、内容としては塩島ダンさんが3代目結構いる人に任命されたっていう事前の打ち合わせをしてます。今までのこう流れを組んで塩島くんにやってもらおうかなと。え、僕ですか？ドッキリですか？違いますよね。いやー、いやいや。なんか、武者震いがしてきましたね。かっこいい。虫飛んでますね。今なんか、さ、さって。それは、はい、嘘ってこと？嘘です。何してんだよ。何してるの？あんな純粋な青年をさ。3代目いる人一発目企画ってことで、コムさんの本をより深掘りしてインタビューしましょうみたいな。一応事前に、まあ、もちろん塩島さん読んでくださってるんで。あ、そうなんですか。読んでくれて、読んでくれてます。インタビューの流れの構成も結構お任せみたいな感じで今お願いしてまして。え、マジでなんでこんな当てずっぽなこと言ってんだみたいな感じでコムさんが怒り出すっていうで、ブチ切れて別の回、そうそうしたね、別の回に行っていただいて、ああ、我々が塩島さんと一緒に謝りに行きますんで、そこでてってれ、てってれ。オープニングみたいなのを塩島さん、はい、もし考えていただけたらありがたい。まあ、ほんと5秒ぐらいでもしやっていただいて、まあ、今後もずっとそれで最初はできればいいなと。ああ、考えております。ありがとうございます。最初のつかみをお、ね、考えてきてください。5パターンぐらいお願いしますって話はしてます。5パターン、なんか1パターンだと終わらないかもしれないんで、多分ね、寝ないで来てるよ今日まあ別室にいていただいてるんですけど、結構なんかガーって書いてたり。いや、そう、さっき書に見ました。でもそれはもうちょっとこれ企画なんで、ミッションを自分に課します、はいはい、死ぬ気でやらないと。そうですね、向こうは本気だから。1個は変な感触出す。変な泣きます。切れすぎて泣くタイプみたいな。カメラにあのウィッっていう顔します。切れてる途中にさりげなく下ネタ言います。バレないよ。リアルにそういうこと言う人なんだみたいな。そう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 。多分私うますぎて笑っちゃいますよ。わかりました。というところでちょっとありがとうございます。すいませんけれども、よろしくお願いします。もう読んでくれたんですね。いや、もうずっと言いたかったですね、感想を。で、私立矯正始めた。はい、あ、バレました。あの、あ、結構本さんも、はい、しっかり書かれてるところなんで、はい、あんまり茶化すっていうのは、ああ、っていう感じだったんで。わかりました。読んだ感想に近い、感想文に近い台本をちょっと作ってきたんですけど、これを。枚数いや、もう本当にもう。ありがとうございます。思いの丈を僕。リリコさんの画角じゃないですか。ハリウッドスターにインタビューするとき。そしたら、はい。よきタイミングで、はい。始めていただければ、はい、最初のもう、なんかつかみの挨拶。挨拶、いっていただいて。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to 松竹芸能チャンネル。以後お見知りおきを。松竹芸能、レディーゴー。波乱万丈松竹芸能、今日も元気にいってらっしゃい。位置について、よーい、松竹、ショータイムだ。どうも、三代目結構いう人の塩島ダンです。ショータイムだのショーは、これ笑うのショーと、これ松竹のショーをかけました。うまい。強い。なるほどね。3代目結構いる人、塩島ダンさんになったんですよね。任命されました。すごい。いや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 、すごいよね。大丈夫ですか？炎上しないですかね？はい、炎上させてほしいよ。させてほしいですか？このチャンネルをね、そうですね、どんどん有名になって。なるほど。でも本当にこの本はちょっと2年半かけて一生懸命書いたのでありがたい。今回の特等席とトマトと満月とに関してのちょっとインタビューをさせていただきます。はい、お願いします。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 
生活に支障が出るぐらいの小説で、もうずっと読んでたんですよ。電車の中で読むのがすごい集中できるなって気づいて、うん、僕山手線ずっと一周二周にしながら、ありがとうございます。読んで、あ、すごいいい時間になるよ。銀座の本屋さんをちょっと巡ってきて、はいはい、はいはい、ちょっと待って、ブルマさんを買い占めてきました。マジで嬉しい。え、なになに、ここの本屋さんのブルマさんを今日は買い占めましたっていう写真を撮って、ツイッターになんかハッシュタグ婚活でなんかツイートしようと思って、ブルマさんの、このブルマの推し活みたいな。あ、そうです、そうです。どうすんのだって、それを鑑賞用、保存用、見る用、全部一緒だよ、保存用、添い寝用みたいな。本当にもう衝撃を受けた作品でございまして、やっぱり僕読んでて質問したいことが結構たくさんありまして、うん、ここからちょっと質問コーナーみたいな感じで聞かせていただきます。達也っていう男性、うん、ブルマさんがなんか一番嫌いなタイプの男性かなって思ったんですけど。嫌い。そうですよね、うん、すごいすごい嫌いで、でもこれをなんかそういう時期松竹 YouTube チャンネルで、はい、あの最初の話だけちょっとコントみたいに撮れないかなと思った時に、はいはいはい、誰は誰役だろうと思って達也ってなった時最初に浮かんだ。なんか松竹関係のワードだったりが結構中に出てきたので、うん、やっぱり松竹の芸人やってた身としては、その出てくるとやってた、え、やってもう何言った身が競輪のアプリだったり、うん、そのネタ見せの稽古場の、ネタ見せの稽古場は、はい、いつもあるワンパチ先生を撮ってる地下の、やっぱりあそこをイメージしてます。いや嬉しいですね、それ鏡張りですごい狭くて、はいはいはい、はい、っていうね、この184ページのムシナは今年で30歳になった、うん、いざこの年に到達してみるとやはりっていうくだりがあるんですけど、なんかすごいなんか心情が、なんですかね、なんか基本的にやっぱ共感っていうか、そういうワードしか出てこないんですけど。いやでももっと違うワードで言わないと。はい、これ今あんま伝わってない。そうそうですね、後半あたりが、後半読んだ、読んでます。なんか共感とか好きとかだとあんま意味ないからさ。はいはいはい、すいません、ページ、え、ごめんごめんね、なんか、はい、ごめんなさい、はい、ちょっと一回、はい、ちょっと止めます。こんなさ感じちゃってごめんなさい。いえいえ、とんでもないです。すいません、なんか用意しても、なんかお笑いの話だったらフラットにできるんですけど、なんか私自分の人生書いてる本だから、なんかあんまり簡単に語ってほしくなくて、読んでないですよね。いや、読ませてはいただいてます。でもなんだろう、こんな感想出てこないと思う。なんかすごいみんな違う作業とかやってるし、読んでないでしょ。読みました。読んだらこんな感想になんないよ。私作家だよ、わかるよ、自分で書いたんだもん。みんなバカにするかもしれないけど、何回も折れそうになって、何回も立ち直って、毎日一歩一歩やってるんだよ。笑うかもしれないけど、そうやって一生懸命やってるんだよ。もう何も出ない、もう何も出ないと思っても、振り絞ってあと一滴あと一滴ってやって震え立たせて自分をビンビンにして頑張ってるんだよ。作家としてこれから売れていきたいから、もうこんなインタビューじゃ意味ないと思う。ごめんなさい。あ、じゃあ、はい、ちょっと、はい、そう、一回、はい、まあ、止めさせてもらって、はい、やり取りしてもらって、ちょっと教えてもらって、もっと痛めよかな、もっとなんか動けばよかった、よかった、行かれてました、ドアが閉まります。化粧ボロボロになってすごい、なんか自然に涙出てきて、いやすごい、本当に本当すごい、いやもっと変な感じで痛かったのなんかもっとうわーって結構その復帰したてとかもある、はい、とは思う、そこの流れでくなりの感想だとやっぱりちょっと
足りないですよね。ガガガってしちゃってたスタッフもいたとこだったんで、はい、ちょっとそれで、まあ、だいぶ抑えてやっていただいてたのかもしれないですけど、今ちょっと落ち着いてそうな感じでは、ね、ちょっと一回引けますか、はい、そしたら、はい、ごめんなさい、スイッチ入れないと無理だと思って、乾燥もすごいちゃんとしてたじゃないですか。だからもうなんていうんですか、揚げ足の取りようがない。どの辺で起こったんですかね。ドアが開きます。14階です。上に参ります。奥にいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、すいませんでしたみたいな感じ。失礼します。一回ノックしてもらって。おかしいよ。でもおかしいと思う。行っちゃった方がいい、行っちゃった方がいいと思うんで。なんで何も言わないの。申し訳ありませんでした。僕なりに小説を読ませてはいただいてるのは本当です。その僕の表現力が低いと言いますか、伝え方が難しくて、ごめんなさい、気分を返してしまって。私作家だよ、はい、これから中でやっていこうと思ってる。てってれー、ちょーい、マジで、ほんとにやばっ。いや、嘘でしょ。てってれー、うわー、もういっぱい読んでくれてありがとう。もうありがとう、本当に嬉しかったよ。一個もあのスケール隙がないインタビューでした。ごめんね。うまっ。演技うまっ。ちょ、うわ、これが役者やで。あっちか。本当にいいの聞いてた。全く怒ってないですし、芸人なんで、作家じゃないんで。大成功。ブルマさんのこの3作目の小説のインタビューの相手が僕でいいのかとずっと思ってまして。その気持ちを利用されたんですよ。最悪だ。大人たちに。ここおかしかったなみたいなところはなかったっす。おかしかったな。怒ってる時とか。怒ってる時。え？一歩一歩。いや、そう。めちゃくちゃ、なんか、笑いそうなっちゃって。何言って、あの、これがブルマさんの、なんかあの、やっぱブルマさんと言ったら。だから、本当に怒って、普通に、日常で下ネタを言ってるんだって。はいはい、いや、そうそうそう。ブルマさんの、やっぱ本筋というか。本筋もまた下ネタに。本当に。はい、でも、普通の話が泣いて、はい、いっぱいいっぱい、頑張ってるんだよって、はい、普通に言ったと思った。言ってると思って。スタッフさんの他の作業やってとか、何やってんだよと思って。あら、今日ずっとそれで怒られてる。この企画自体も丸投げだったんですよ。全部塩島ダンがブルマさん好きだからっていう理由だけで考えてきてたって言われて、マジかと思って、そこでもちょっとくるってんなと一緒思ったんですよ。背負わせた。はい、こんな企画をですよ、ムルマさんとの1対1の力入れて今日も臨む。いや、すごいよ。来た結果やらかした。昨日は寝てたん。寝ました。あ、寝たん。なんか爆上がりだよ。泣けよ、いっちゃんな。臭い役者。全てがドッキリ。え、全てがドッキリ。大丈夫。塩島団は三代目よくいる人。おぉねえ、なぁ、そりゃそうだわ。そりゃそうですよ。そりゃそうだよ。こん…僕母に言っちゃいましたよ。おぉ、お母さん。受
かれてました。あなたが YouTube、この YouTube 出るのは R ワンパチ先生でしごかれるしかありません。2023年はもう始まっています。そうですね、お前調子乗っちゃってましたわ。調子乗んなよ。おかしいよ。結構ドラマ合ってますから。ブルマさんとせっかくなんか お近づきになれたのに、自分の中でミッションがあって、1個は泣くこと、涙を流すでは出てる、出てる。もう1個は感触を起こすこと。感触。3つ目はさりげなく下ネタを言うこと。で4つ目は最後はあそこに構えた愛護に浮かんでうわー。やってたんですか。全部クリアした。うわー、イエーイ。やだしますよ。ないです。これがよくいる人の仕事やで。なるほど、身が重いですわ。そしたら僕にはごもっともだとおっしゃってて、そのやっぱシュッと結婚して まだまあお子さんに妊娠していろいろしたばっかで気持ちが違う。僕もなんで怒ってるのか全然分かんなくてみたいな。あんな怒んなくてもいいじゃないですかって言ってて、ずるくない。私なんて、それは嫌いよ、自分だけ言いやつぶってさ。でも僕らももちろんあの対応があれだったんでっていうところを含めての、でも本心じゃないですから。僕も苦しかった中で塩島さんにそう思ってるってことでしょ。思ってないって。朝から撮っててさ、あやっぱ産後ってこういう感じになるんだみたいなさ。どうも産んだんだよ。すいません、すいません。どっちですか。ってなっちゃうよ。せーの、ドッキリ大成功。小説発売中です。買ってください。いや、よかったです。本当に良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。すいません。いや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 。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。